巫女様、甲羅の残り香を嗅いでみました。おお、そうか。どうじゃった？はい、何やら木くずのようなものが残っていました。そしてかすかに桜のような香りが。おお、そなたもそう思ったか。ただあの香り、桜のようでいて少し違う。どうした、狼？あの香り、どこか懐かしい。嗅いだことがあるのか？おそらくは。ですが、思い出せません。そういえば、エマ殿が昔、城の裏手に桜の木があったと言っていた。それが関係あるやもしれぬな。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょう。城の裏手の桜についてだ。床桜のことですね。タケル様が故郷より持ってこられた桜です。つまり戦況の桜か。はい、あれは不思議な桜で、春に限らず常しえに咲いておりました。ですが、床桜の木も花ももうありません。枯れてしまったのです。何故枯れた？枝を倒り花を持ち去った者がいます。花をなくした床桜はやがて枯れ果てました。床桜の木そのものが失われてしまったのです。ではまた。エマ殿に桜の木のことを聞きました。おお、どうじゃった？その桜は床桜と呼ばれる。タケル様が戦況より持ってこられた桜ですが、今はもう枯れて残っておらぬようです。そうか。ですが、何者かが床桜の枝を倒り持ち去ったと言います。ふん、誰がそのようなことを。失われたものはどうにもならぬな。持ち去られた枝にしても今は手がかりがない。先に他の子を集めることにしよう。ぎょい。
狼、その背中の刀はもしや。不思議にございます。それが死なぬ者を殺すという刀か。はい、先方寺の越の巫女より授かりました。越の巫女。先方寺の者たちは僧を捨て死なずの探求に魅了されておりました。その末に生まれた偽りの流因を持つ者、それが越の巫女たちです。偽りの流因、そのようなものが。待て、巫女たちと言ったか。はい、多くの越の巫女が作られ、されど生き残ったのはただ一人にございます。流因はやはり人のありようを歪めてしまうか。不死立ちなさねばな。御意。戦況に至るための功集めも進んできたな。狼よ、引き続き頼むぞ。行くか。狼よ、頼んだぞ。は。
巫女の忍びよ、ようこそおいでくださいました。巫女の忍びよ、お米が豊かに実りました。さあお手を。ああ、北条を。かたじけない。お米は大事、またいただきにいらしてください。さようなら、巫女の忍びよ。あなたの行く末に豊かな実りのあらんことを。
お前さん、そいつを、その指をどこで手に入れた？落ち谷の獅子猿が食らっていた。そうか。猿の腹の中とはな。そいつを貸しな。お前さんの忍び義手に仕込んでやろう。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。